ょっとつまみます。この辺でストップ、ちょっと早めに。お、サムネ取れるんじゃないこれ。わあ、めちゃくちゃ寄せました。お尻がとりあえず乗る。これで乗れ乗れ。乗る前段階ぐらいに。まあ。ありがとうございます。行きます。よっしゃー、ブラボー。ひまわりの方がね、爪の角度いいんで、ひまわり行きたいっすけど。刺さった、よしよし、来た。ありがとうございます。タグは入るんですけどね、その後ですよね。あ、揺れんわ。今日めっちゃ調子いい。うまい。うわ、刺激はさっきので合ってそうやね。うまい。投げろ。よっしゃ、行きます。クマさんの隙間にずっこししたい。うまい、うまいけれども、うまいけれども、頼む、投げろ、そのまま掴んで投げろ。あーあああやったお願いします。あ、入った。わ、結構入った。結構入ったね。あー、できることなら肘から入れたかったけど。いやでもね、うまい。一応さ、結構動きそうな予兆みたいなのはあったから、そのままもう一回行きましょう。爪の向き的にやっぱ奥入れるの難しそうだよね。入れ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 。だけど、オッケー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 。あ、惜しい惜しいけど、すごくいい。あと寄せるか。肘からかけてるね。オッケー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 。あとはパワーで持ってけ。よっしゃー。今危なかったね。あそこのさ、ネクタイのとこに引っかかってくれたからさ、うまく落ちましたけど。いやー、ナイスです。このまま奥も行ってみるか。その辺で入れてみるか。秋の身長じゃね、帽子が見えない。ちょっと高い位置から見ると奥行きが分かりやすいです。一応ね、一応入った。惜しい。一回形整えるか。顎のところを右アームで狙う感じで。押しつつ、押しつつ形修正して。オッケー。綺麗。ワンちゃん取れる。うまっ。まあ隙間探しですね、最初。あと引っかかる場所。そうやね。ここ良かったわ。うまい。前科の方と2本掴みいきます。あるんじゃね。ある。よし、オッケー。ワンちゃん。あ、髪の毛に当たりそうやな。来た。あ、来た。うまっ。こいった。お、社長やばいやないですか。今のは狙った追加ではないです。いやでも形状ロックでしたね、うん。入った。入ってはいるけど、肘まで入ればいけるんかな。形的にはめっちゃいいよ。いや肘まで入ってないな。もうちょっと入ってほしい。一応抜けるな。そのままそのまま、よし。はい、やります。よし。鼻の下ら辺でストップボタン。はい、ハンド、ハンド、ハンド。いいね。よし。一発だ。もう一発行こう。ちょっと早めがいい。もう少し。鼻の真横ら辺で。オッケー。いや、うまい。ちょっと使う。ちょちょ。今もじゃ来た。早く抜けちゃったら、あとちょっと気持ち遅くストップボタンを押すみたいな。気持ちいい。鼻の真下ぐらい。そう、うまい。来たー。これはいったでしょ。奥に帰らなければいい。あ、すごくいい。もうちょいじゃ奥持ってみるか。そう。よし。掴んじゃうかな。で、
よし。あー、取れた。あとはもう干すだけやね。干しましょう。干すだけ使っていい。下まで入れておけばよかったな。引っ掛けて落としましたっていうのがやばい、やばい、パワーで、はい、個人的に思ったんですけど、この辺でちょっと倒すんですよね。よし、結構開くし、いけると思いますけどね。あ、バウンドボール狙ってるわけじゃないですからね。あ、ちょっと待って、なるほどね、そういうことか。届かんわけか。ワンチャンスけど、このゾーンやったら下まで下がるとかない？あ、こっちやったらあるんか。これでね、弾く。あ、惜しい。さあ、あの角より奥に行けばいい。よし、よし、よっしゃー、捕まずに行けました。うわー、社長、今のマジうまいっすよ。あそこもこっちに投げて奥に押して回転させるような感じ。そうお願いします。手前狙おうと思ったけど、あの輪っかがあるから多分滑らないんで、奥だったらワンチャン滑るかなっていう目論みでございます。いいんじゃなかろうか。うわ、うまい。一回じゃやっていいですか。こうですか。むずっ。え、じゃあこのゴム詰めのほんと半分ぐらいまでいいんですか。ありがとうございます。これぐらいですか。あーあー、ちょっと、おー、ありがとうございます。すげー、常連さんのおかげで取れました。ありがとうございました。山先生、ヒゲキーホルダー第2弾、今回はこれを取りに来ました。こっちが橋渡しになってて、こっちなんかラバーシャベルがついてる設定、はいはい、ちょっとパワー強いけど持ちすぎちゃうっていう設定なんで、うん、僕はこれ4つ取れるまで、はい、ジャム先生これ4つ取れるまで対決していきましょう。わかりました。多分難易度的にはこっちは一発あり得るけど難しい、はいはいはい、でこっち一発はなかなか難しいですけど安定して取れる。なるほどね。あと重心がこれ多分さ分かりやすいと思うんで、まあ、重心をうまく考えながらプレイしていただけると嬉しいです。わかりました。それではよーいスタート。なんかね、つゆちゃんがね、すぐなくなってたんで、つゆちゃんから行きます。まあ、持っちゃうよね。1手目ははめる。あ、そこで離すのね。あ、OKOKOK。1手目ははめることからよね。軽いからね。ちょこっと持ち、ちょっと手前やったけど、そういう時はこの辺で。よし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 。ああ、重心が見えてるんで、この地冬が頭側にあるんで、これ逆立てはめてとった方がいい。重心が分かってる橋渡しおもれえな。よしよし。はまる。ああ、いいやろ。左がしっかりかかれば。もう限界まで寄せる。ああ、停止したら。いいかー、入った。ああ、回れ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 。上がせよ、オッケー。これ2です。2です。重心見えるのおもれな。このドラケンなし。このドラケンは処刑しよう。これでやったで、これも。え？さっきよう取れたな。あ、もうかかれ。あ、かかるかかるかかる。はまってんだけどな。はまったら下いけるぞ。え？あ、バーテッシュして。あ、はまりそうこれ。オッケー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 、はまれ。滑りやすいっすね。そう。で、綺麗に入ってるやつはね、動くと思うけど、これ多分動かんのよね。そう、1個目だけやん。あ、いいかもしれん。お願い。おっしゃ、これ取ったーっしゃー。あ、いいこと乗せた。離す位置合ってるかな。奥だったらこのスイちゃん使ってうまく滑らそうかな。うん、いいよ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 。始まった、ワンチャン始まってるぞこれ。奥からね、しっかりと起こしていきたい。あー、ちょっと待った。あー、通ったやん今一瞬。おい、ちょっと待って、始まったかも。あれ、まあいいや、ちょっと覚えていこう。キリスマやばいな、めちゃめちゃいいよ。仕事してますよね、めちゃくちゃ。で、僕のホークスも結構いい仕事してくれる。来る来る。あー、そうなるんや。はめ方次第やろ。あ、いいいいいい、そのままそのまま。お、来た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 。あー、通ってる通ってます。やべ、これ攻略しちゃったかも。おお、通った、頼むよ。オッケー、マジで
いい勝負です。よし、これもらったな。なんかでもこの前のバウンド設計よりかは取りやすいかも。奥側がですね、言い訳なんですけど、ちょっと狙いにくいですね。あ、でもこれいい。プレイの途中だったんですけど、バジはそのままでドラケンを初期位置にしてもらいました。あ、かかりそう。いいよこれ、ハマる。え、さっきのドラケンよりかはいい形だったけど、これで、あー、スルッて入れ。うまい。あー、奥に行ってほしかった。アーム行ってる奥。あ、来た来た来た、うまい。うわっしゃー、アイテム無視。ドラケンだろ、これめっちゃおもれえな。よっしゃー、ありがとう。いい勝負です。ちょ、やっぱバー奥狙った方がいいのかな。ちょ、ドラケン下にあるから、重心がハマっていいよ。ハマればもうマジ熱い。無理やり縦はめ。あー、ひよった。バー奥が良かったのに。てか見にくいのこれ、見にくいっすね。あー、バー停止して右だけ入って、そのままハマる。あ、でもハマるハマるハマる。でもなー、右がもう寄せれん。この橋私もめっちゃ多分取りやすいっすよ、皆さん。うん、いいんじゃないこれ、ハマる。よっしゃー、弾き飛びだ。オッケー。あー、ちょっと持っちゃう。ホークス無視してるんや。ホークスはね、だから押せばもう取れるんですよ。あ、それ取れそうね。おー、ギリギリ。あ、だからストップ使えるんか。そうなんですよ。あ、取れた。ダブルゲット。ホークス押すか。いや、次霧島ちょん持ちができればダブルゲットあるっす。試合では負けたけど、勝負ぐらいは勝ちたい。ダブルゲットみたい。ホークスが、強え、振動。やっぱナンバー2強えな。俺の相手もいるんや、これ。そうそう、全然いるよ。そうっすよ。うわー、いや、めっちゃおもろかったこの設定。この量がしやすいよと思ってサウンつけた。いや、ありがとうございます。サウンめっちゃおもろかった。サウンめっちゃおもろかった。つけたよ。おかわりしちゃいます。さあ、ということは、これさ、飯田くんの上にさ、綺麗に落とせばさっきみたいに。え、そっちかーい。いい加減取りましょうよ。よし、うまい。うまい。バイバイ。いや、初めて見た。マッチョ荷物すぎ。おー、いいじゃないですか。めちゃくちゃ始まったよ。さあ、ということで今回の我々の遠征の目的、こちらのフィギュアキーホルダー全種集めるまで帰りまで無事に完了いたしました。第3弾が出たということで、なかなかね、このフィギュアキーホルダー入荷店舗が少なくてレアなんですよね。で、漫画倉庫飯塚店に取りに来たわけなんですけれども、全部揃えるとこんな感じでめちゃくちゃいいですね。一応全部ここら辺は揃えてるんですけど、ついでに取っちゃいました。あとこれをもう1種類ずつ明日取れば保存用と鑑賞用2セットできるわけですね。米屋さん、前回バンプレさんに言っていただけるということだったんですけど、お伝えいただけました。マジっすか。マジで、トガちゃんが欲しいってこれ言ってて。なるほど、やったー。このフィギュアキーホルダーはヒロアカとかだったらこの技のエフェクトとかバーってついた状態で持ち運べるフィギュアキーホルダーで、リベンジャーズの方は実際に素行の悪い方たちが乗っているバイクが忠実に再現されているという。僕は第一弾から追ってるから、もうめちゃくちゃこれ今後もね絶対取っていく景品なんですけど、これ入荷してる店舗結構すぐなくなるみたいなんで、そろそろ入荷店舗数も広がっていくんじゃないかなと思います。特にレアな19種類がおそらくこれになると思うんで、今後もこの景品のますますの発展とご活躍を願って、よーおっ